ありがとうございます。大阪から寄せてもらいました笑福亭福笑というものです。決して悪気があって出てきたわけはございません。怪しいもんやございません。どうぞしばらくの間こちらの方もお付き合いいただきます。私の方はね、今日は猫の恩返しというね、猫の恩返し、現代落語一席聞いていただきますけど、まあ恩返しギリがたい、まあ結構なことでね、恩返しをしたらば大概先方さんは喜ぶもんなんですけれども、まあ、たまには時には相手方が困るというそういう恩返しもあるもんでして、ほれ今新型ね、コロナがまあよう流行ってます。もう亡くなった方までいてる集団感染のあった土地なんかもう大変ですわ。どうしてもマスクなんかでも不足がちになりますわな。防護服マスク皆もう医療関係なんか大変やもんね。それを聞いたよその土地の人が気の毒なって、ぜひともマスクを送ってあげないかんよって、ぎょうさんマスク買い集めてほいで送ってあげたん現地へ。もうそら向こうの人大喜びですわ。ありがとうございます、助かります、本当にありがとう。みんな喜んでるんです。はい、明日みんなでお礼に行きます。来ていらんよ、来ていらん、お願い来んといて、感謝してんやったら来んといて。まあまあ恩返しもなかなか難しいもんですけどもね、猫の恩返しという現代のお話、あともうちょっとの間聞いていただきますけれども、ほだ何かい、猫のお前がわしに恩返しがしたいとこない言うんかい。そうです、わてお兄さんに恩返しがしとまんの、猫の恩返しがい。ほな隣の部屋で買ったんこっとん旗おんのか。それは鶴の恩返し、猫の毛で旗はおられしまえん。ニャイロン製やったら折れるやろ。理屈を言いなあんな、もっと違う恩返し。せやけどまたなんでそらへん、わしに恩返しがしたい。そうかてこの間わてお兄さんに助けてもらいました。助けてもうたて、野良猫のお前がニャンニャン泣いてるさかい腹が減ってんのかいな。お前を抱いてキャットフード買いに行っただけやないかいな。さあわてあの時お腹が減ってたんと違いまんの。向こうのボスの手下に囲まれて危ないとこやったん。ほいでお兄さんに助けを求めたん。何かい、お前ら猫の世界もいろいろややこしい。ややこしいです。あわてね、人間で言うたら女諜報部員、敵方に潜入してましたやけど、スパイがバレてあの時向こうのねアジトに連れてかれるとこやったん。そこたまたまわしが通りかかったちゅうわけか。そうです、わてにとったらもう千載一遇、最後のチャンス、ファイナルアンサー。お前遊んでんの違うぞ、お前真剣に聞いてねえと真面目に答え。せやと何やな、お前向こうのアジト連れて行かれたらお前もえらい目に遭わされんやろ。そら当然リンチが待ってます。何をリンチ、何かい、昼飯食わしてくれんのか。それランチ、ランチ。もうお兄さんしょうもないこと言わんように、わてあんまり怒らさんように、ライブハウスの握手会連れてってほしいでっか。恐ろしいな、ライブハウスの握手会、今一番過激や、一番危ないぞそれは。 お兄さんなんぞ今望んでることおまへんか。望んでること何でもよろしいよ。豪華クルーズ船に乗りたいとか。乗りたないわ、なんで乗らなあかんねん。ほだ何かい、何でもお前望み叶えてくれんのか。まあ何でもちゅうわけにいけしまへん。わてかてな、やっぱり得て増えてがおますよってに。ドラえもんやったらお前4次元ポケットから何でも出しよる。ドラえもんと一緒にせんといてくれやす。同じ猫でも向こうはアニメ系、わては妖怪のカテゴリー。妖怪だろお前、今えらいブームやぞお前。お前かて子供相手のお前イベントでいろいろ忙しいんと違うんか。 いえわてはまあ本格的な方やさかい、あんまり子供相手にせえしまへんの。それよりもほれオリンピックの1年延長、それにマラソンコースの札幌変更な、安倍首相の緊急事態宣言もあれやこれや難問山積、頭が痛いの。お前誰やねんお前。
ひょっとしたら子猫ゆり子に違うか、お前。そんな言うたら、あの土地もどことなく妖怪みたいなとこあるよってにな。わての一番得意技は殺人です。一晩に100人ぐらいやったら殺せますせ。おい、はっきり言うな、100人。ほんまかいな、お前。せやけど、あの、仲の悪かった、あの、オリンピック組織委員会の会長、あのおじやん殺したらあかんぞ。あの人やったらほっとったかて、もうじきです。あおう、何を言うねん、何ちゅうこと言う。おせやけどもお前なんぼ殺しや言うたかて一晩に100人も殺せるか。あのねお兄さん、もう今はね殺し屋ももうピストルやら刃物やらそんな持てしまえんの。今はみんな化学兵器、そう V6 VX とちゃうかお前VX や V6 はジャニーズ事務所やお前、何でも言うたらええちゅうもんと違うぞ。せやけどお前がな殺し屋とはなわからん、あおとなしい顔してんのに猫かぶってまんのやがましは、だってやおしょうもないことばっかりね。お兄さん今なんぞ困ってることはおまへんやろか。困ってることな、ないことはない。実はわし今なうえ風邪ひいてんねん。お兄さん風邪ひいたはりまんの。そうやで、ね、もう咳がなかなかうえ止まらへんねや。お兄さん今までいっぺんも咳してなかったん違う？なんで急に咳すんの？わざとらしいわ。今まで辛抱しとったや。うえもうこの頃では何を食うても匂いも味も何にもさっぱりわからん。お兄さんそれ飽きまへんで、ひょっとしたらそれ何違います？今流行りの新型コロナウイルスと人にうつるやわからしまえん。お医者はん行きなはれ。いやもう、ああもしかしたら悪いけどお前にうつったやわからんな。いえもう私は大丈夫です。大丈夫なことあらへん。もううつっとるがなお前、えらいこっちゃ。医者行け。いやお兄さんが行きなはれ、あんたが行きなはれ、よろしいわ。それやったらちょうどここがね、あの観音さんのお堂だんねやわ。観音さんにお兄さんお願いしなはれ。観音さんそうです。観音さんね結構人見知りしてあんまり人前には出てきやらへんの。せやけどもね、わてとはね魔界霊界でいつもおて心安いの。わてがいてたら観音さんもね安心してお姿見せはると思います。これがわてのお兄さんへのご恩返し。わて観音さんに出てきてもらいますよってね、お兄さん直接観音さんに、お願いしなはれ。あの妹のせがれの大学受験なんでやねんな。なんでそんなあんた合格祈願せや。おまへんがな、お兄さんの健康回復ウイルス退散。ああなるほどな。せやけどな、何やでやな、わしあんまり信仰心中のあらへんねやわ。観音さん気分よ、それあの願い聞いてくれはるやろうか。そんな向こうかでわからしまへんがな。あんたのこと昔から尊敬しとりました。あんたも最高ナンバーワンよ日本一ってなことベンチャラ言うたら向こう喜びます。お前わりかし無責任ないちゃな。お前の腹今初めて分かったわ。ものすごく汚い。ほっときなあれ、女が一人で生きていこう思ったら大変やねんさかい。墓のもん世間が思うほど楽なこと思わへんの。よし分かった、ほならやな、ベンチャラ言い倒したらええわけやな。言うたらな褒め殺しっちゅうやっちゃ。それで行こう。こたらよろしいか、わて今から観音さんに出てきてもらいますさかい。段取り分かってまんな、任しとけ。行きますせ。観音様、観音様、全財、全財。出た、月が丸い、ま、もうお兄さんもそのしょうもないギャグはいりまへん。観音様、観音様、おうち、観音さんだか。いかにも。
わらわは観世音大菩薩なるぞ。あんたのこと、あんたのこと私ね、昔からね、ものすごく尊敬してました。あんた最高です。ナンバーワン。嘘をつけ。先ほどから話はすべて聞いておった。嘘偽りを申すでない。よ日本一、黙れ。この後に及んでまだわらわを愚弄しおるか許せん。断じて許すまじ。あかんあかん、おいおいおい、ちょっとなんとか言ってくれ、なんとか言ってくれ、頼む、言うてくれ。観音様、観音様、今言うたんわてやおまへん、この人です。わてなんも知りまへん、この人がみな悪い。よう、お前そんな白状なこと言うな。お前がみな教えたやないかい。このお兄さんがどないになっても当局は一切感知いたしません。このテープは自動的に消滅します。お前何もんやん、これはスパイ大作戦か。わて女諜報部員やがましはまだ言うてんのか。観音さん、観音作るやつえらいすんまへん。いやーな、わし実はどうやら新型コロナにかかったみたいやねんけども、どらしてええやわからん。あんたの力でなんとか直してもらいたい。信仰心はおまへんけどもなんとかなりまへんやろか。ここん東西、その昔古くは天然痘、そして中世には黒死病、高慢傲慢尊大になった人間に自制を促すべく、何百年かに一度は必ずこのようなことが起こるのじゃ。いわばひとえに人類淘汰、自然の摂理というものか。避けては通れぬ定めではあるが、よろしい、なんとかお前の命助けてやろう。助けてくれありまか、おけありがとう。そなたも根っからの悪人ではなさそうな。素直な性格、謹厳実直、清廉潔白、質実剛健。それほどでもおまへんけど、これは褒め殺し。最前のみんな聞かれてたやな。よいか、手を合わしてな。ここらでやめてもいい頃なと三遍唱えるのじゃ。さすれば必ずや悪霊ウイルス退散、元気な体になるじゃろう。めでたしめでたし。それほんまでか。そんなスカみたいなまじないでほんまに病気が治りまんのか。スカみたいなとはどうじゃ。わらわの言うことが信用できぬのか。いや、そういうわけはおまへんけど、あまりにもベタすぎるわ。もうなんぼなんでもベタやわ。こんなここらでやめてもいい頃な。これ自動車消火とかなんとか言っちゃうわ。ね、しょうもない、しょうもないとはどうじゃ。そうだがな、今日あんた蛇使いのおさんでももうちょっと気の利いたこと言いまっせ。黙れ。蛇使いのおっさんとは何たる言い草。勘弁ならぬ、許せん、どうあっても許せん。もう観音さん、こっち来たらあかん。密です、密です。やがましい、己かくなる上は重き拷問をもってその五体八つ裂きにしても、カラスに食わしてでも、いや罰を与えん。ちょっと待っておくなれ、堪忍しとくれやつ。そんな嫌ですがな、そんなカラスの餌食やなんて。言います、言います、そのしょうもないおまじない。しょうもないとはどう。いや、そう、つまり革新的な、イノベーティブな呪文、申し上げます。さようか、それは良いことじゃ。わしが教えてやったんじゃぞ。それを広く民衆に伝えるように。さようか。
まじないはええ加減やけど、自分の売り込みはきっちりしてるで。ここらでやめてもいい頃な、ここらでやめてもいい頃な、ここらでやめてもいい頃な、これでよろしいわか。なかなか風情のある呪文じゃ。どこに風情がおまんねん。これでもうウイルスは見事感知、めでたきかな。ぜんざい、ぜんざい。いてもた、帰らはった。びっくりしたな。せやけども、ほんまにこんな頼んないね。呪文で治る思うか。せやけどお兄さん考えてみたら、最前から全然お兄さん席専用になりましたな。あ、ほんまや、ほんましてない。お前かてや、お前かて席が止まった。おい、これお前結構お前ご利益があるのかもわからへん。すべてわてのおかげです。嘘つけ、お前一切感知せえへん言うてたやないかい。せやけどこれ結構な、霊剣新たかなお前、おまじない呪文かもわからん。早速なみんなにな、これは報告せなあかん、世間に発表せなあかん。ちょっと待ちなあれ、その前にあの弁理士さんに言うて、知的財産権ちゃんと登録しとかんと後で。何を言うとんねん、やらしいこと言うなお前。今全世界でバタバタ人が死んでいってねえぞお前、かわいそうに。そっち命の方が大事やろうが。もうお兄さん、それが甘いん、それが甘いんよ。そんなこと言うてるからみんな中国に持ってかれるんよ。言うてるうちに北海道も持っていかれるかわからへんねんよ。あのね、これは経済活動、恥ずかしいことやないの。経済も大事なんよ。綺麗事だけではお腹は膨れへんの。恥ずかしいことないの。なんでそれがわからへんの。お前安倍内閣は聞いたらないと喜びよるぞ。大騒ぎでございます。さてこの呪文は NHK7 時のニュースで放送しちゃ発表したところ、これがまあ今までの感染者が次々ともう完治治りまして、もう大反響、日本ならずもう世界中から感謝のメッセージが届きまして、とうとう新型コロナウイルス完治という一件落着と、まあ落語の方はめでたしめでたしですが、現実はまだまだ厳しきおり、この寄せチャンネルに合わせていただきまして、我々スタッフ一同心から感謝し、皆様方のご健康を祈念いたしまして、どうやら本日私の方はお時間誠にありがとうございました。